キューと最初に見学やってもらって、うん、ここに来てすぐの時に、一回佐野先生から見学してもらって、うんうん、でもちょっとこれ動画セットなので、はい、わ、はい、かりました。一応目やにとか出てるとこういうことをやらないといけないので、うん、はい、あとは点眼の練習、はい、うん、そうですね、はい、点眼受けてもらう練習、そうですね、だから本当嫌な子は噛んでくるぐらいなんで、あ、そんなに嫌がるんですね、うん、はい、頑張るよ、ぐわぐわ、自分で作るときに硬かったら、はい、もうお水でちょっと調節してあげたら飲みやすくなるか、硬すぎるとカニ入れから出てこないので、そうですよね、グッと押してもあれ進んでない気がするっていうそうなんです、私パーシャちゃんも多分ちょっと飲みにくいかもしれない、先生は、うん、あの濃いめがいいって言うんですけど、うん、濃いめだと出てこんよっていうごめんね、パシャ、ふにょふにょ、ちょっとどうですか、それかもしくは、はい、動きが少なかったのか、これです。話できて、ちょっとあげると、やっぱその子によって嫌がること違うんですね、うん、ティートリー嫌なのか、点眼が嫌なのか、うん、そうですね、本当に慣れない子は慣れないので、うん、他の動物でもそうなので、あ、そうなんです、うん、なのでまあどの子が嫌な子、嫌なことを克服してくれないとあれなので、やっぱりティートリー塗るとなんというか動きが増えますね何かかけられて嫌なんだけどっていうのはあるかもしれない、うん、隠れようとしてもフィッシュいる、なんかティッシュ、ね、あ、どうぞ、見つけた見つけた、スピードね、こういうことがやれるとまだまだまだやるよ、まあいい、うんうん、まあまだまだ、
のでお家で留学食やる時も、うん、まあこうやってねティッシュちょっと入れてあげた方が、そうですね、様子を見ながら3分やったら3分また休憩して、うん、って言ってそれをまあ繰り返しやってもらったらいいのかなって、はい、持ってる時にもぐもぐする子か、もしくはこういうケースの中に入れてもぐもぐすることを、はい、いろんな子がいろんな子がいるので、当社はこっちでもぐもぐする、まぐまぐ、うん、そうですね。でも朝一はなんだかんだその何もご飯が食べれない状態なので、はいはい、お腹空いてるんですよ、はい、あんまり食べてないと、はい、そうするとここで持ってた時に、はい、もぐもぐもぐってするんですね。お腹空いてると、そうけど、ご飯そこまでね、流動食もこれで2回目になるので、はいはい、多分この子にはちょっときついかな。はい、無理パシャちゃん手乗りじゃないこれ本当に助けてっていう子だったりとかは手にこう乗ってくるはずなんですけど、そうなんですね一旦休憩入れましょうかね、パシャちゃん休憩にしようか、もう一回、そしたらもう多分大丈夫なので、はい、